皆さん、おはようございます。毎週月曜朝9時半から30分間 FM 那覇のスタジオよりお届けしています、美奈子先生のモーニングビジラジ、今週もよろしくお願いいたします。今週も JPBA 認定講師、パーソナルビジネス経営コーチの足峰美奈子がビジネスに関する思いや日頃から感じるビジネスのヒントをお届けしていきたいと思います。はい、今週も始まっていきました。皆さん週末どうお過ごしでしたでしょうか。昨日ですね、私の息子が今4歳になる長男がいるんですけど、その子がですね、お父さんと一緒に鬼滅の刃の映画を見に行きました。4歳でも見れるんだなと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、前もってねチケットも取って流行りに乗るっていうことをなんかやっておりましたが、すごく興奮して帰ってきて楽しかったようです。はい、で私はですね、次男と2人で、公園に行ったりとか、なんかあんまり2人きりで遊ぶってことがあんまりないので、時間をすごく楽しみながら過ごすことができました。はい、では今週も頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。この番組は経力を持った個人と自立型人材を全国世界で育成する日本パーソナルビジネス協会 JPBA の提供でお送りいたします。この番組は経力をテーマに、ビジネスに関する思いや日常から感じるビジネスのヒントをお届けしていく番組です。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、何をお届けしようかというところなんですけれども、先週ですね、10月の16日に、オンラインで、セミナーを開催しまして、参加していただいた方もいらっしゃいましたのでありがとうございます。はい、で、その時のセミナーについてちょっとなんかシェアできたらいいかなと思って今日は、お話ししていきたいなと思います。はい、今回の、セミナーの内容がですね、社長の労働時間を減らして売上アップ、戦略経営と仕組み化セミナーということでお伝えしました。で、社長の労働時間を減らして売上をアップするっていうのがね、すごくピンとこないというなんかっていうこともよく聞くんですけれども、はい、労働時間を減らして売上が上がる方法ということで、戦略的にそれをすることができますよっていう内容を、お伝えしたんですけれども、そう、今回そのテーマがですね、社長の労働時間を減らすっていうところだったんですけれども、JPBA、今回今ラジオでも提供させていただいております、日本パーソナルビジネス協会 JPBA という協会なんですけれども、私は今そこの、認定講師として沖縄支部で、沖縄支部長として今活動しています。で、JPBA って、企業塾、一般的に言われる企業塾なんですけれども、何が違うかっていうとですね、JPBA のその理念としまして、経営力教育を経営力教育で豊かな社会を共に作るっていう理念でね、活動しているんですけれども、この経営力っていうところで、あんまりこう聞き慣れてない方が多くてですね、経営力って何ですかと名刺交換した時とかですね、よく聞かれるんですけれども、経営力っていうと JPBA ですね、3つ経営力っていうことで推奨していることがあります。で、1つは、未来を作る未来創造力
っていうことと、あとは課題解決力ですね。その未来が見えてその明確になった時に、まあ会社でいうと未来っていうと、その企業理念に合わせたあったその企業理念に合った未来を明確にするっていうところなんですけれども、その、未来に合わせて、考えていった時に、あ、きっとこういう課題が出てくるだろうとか、事前にですね、その問題とか解決方法を先にこう、自分たちで、推測するというか、推測したりとか、本当にその問題が起きた時にどうやって対処するかっていうところを、その解決力っていうところで言っています。で、3つ目に、まあ、未来が見えて解決もできるようになったら、今度は続ける力っていうところが必要になってくるので、毎日同じ作業をしていることとかをその自動化したりとか、あとは、誰が売ってもその同じように商品が売れるとかですね、お客様に喜んでもらえるっていうところで、セールス力とかをその人材育成で、ね、研修とかで、補っていくっていうところで、継続力っていうふうに3つの、経営力っていうところで、推奨しています。で、そう、この経営力ですね、私もその今講師として、皆さんにお伝えしていく中で、まあ、本当に、まあ、どこでもまあ、ビジネスだけじゃなくて、まあ、全部に生きていくというか、その人生の中で、家庭でもそうですけれども、仕事にもすごく使えることだなと思って、私自身も実践しているところなんですけれども、これはその社長だけがその経営力があればいいっていうわけではなくてですね、その会社にお勤めしている社員の方だったりとか、あとはその一人一人がその組織全体にその経営力を持っている方がいればですね、会社全体的にすごく良くなるんじゃないかというところで、その必要性を感じているので、今その JPBA として活動しています。はい。で、この前回のですね、そのセミナーの中で、じゃあ、まあ、社長のっていう話だったんですけれども、最初に質問したのがですね、社長と経営者の違いは皆さんご存知ですかっていうことで、質問を投げかけたんですけれども、はい、聞いていただいているリスナーさんでご存知の方いらっしゃいますか。社長と経営者の違い、ね、なかなかこれを一言で言うというのはちょっと難しいかなと思うんですけれども、はい、いろんな答えがやっぱり出てきまして、皆さんこうざっくり、まあ、大体分かっている方も多かったんですけれども、全然ちょっと言葉にできませんという方もいました。で、まあ、私なりに言うとですね、まず経営者っていうのは、その人物金情報っていうリソースを、まあ渡されるわけですね。で、それを、増やす、リソースを増やす仕事が経営者ですね。まあ、ファンドマネージャーの役割っていうふうに言われてますけれども、そういう役割が、経営者というふうに位置づけています。で、社長は何かというと、会社を動かすリーダーですね。前に立って社員をまとめて、目標に向かって進むという役割のリーダーですね。はい。なので、まあ、社長と経営者ってちょっと役割が違うというか、まあ、意味合いがちょっと違うのかなと思うんですけれども、はい。で、まあ、何が言いたいかというと、その社長と経営者の役割っていうところで、ここを、まあ、事業をしている方であれば、その自分がどの役割、どの立場で会社を運営していくのかとか、経営をしていくかっていうところで、ちょっとそういう視点で、自分はどの役割になっているのかなというところでちょっと見ていただきたいんですけれども、はい。なので、まあ、経営者っていうのは経営だけをこう専門にしている人で、そのリソースを増やしていくっていうのが、まあ、経営者なんじゃないかなということを、定義づけています。はい。で、まあ、そう、今回のテーマはですね、その社長のということだったので、労働時間を減らす戦略経営ということだったので、経営者の方も実際に参加していただいたんですけれども、また、今からですね、起業したいなと思っている20代の若い女性の方もいましてですね、その方は会社員でですね、今
はい、大きなところで働いているんですけれども、なんかいずれはその、通販だったりとか何かしらその自分の商品を販売していきたいということで、起業を目指したいんですという方がご参加いただきました。であとはですね、心理カウンセラーの方だったりとか、まあ、様々なあの業種の方が参加していただいたんですけれども、はい。で、まあ、内容はですね、そのまずはその全体像を知ることが大事ですよということをお話ししました。で、まあ、私も起業してというか、まあ、創業40年の2代目社長なんですけれども、経営者なんですけれども、会社を引き継いでから10年ぐらいになりますかね、もうなるんですけれども、初めは全然やっぱりあの保育士だ、もともと保育士なので、その経営のこととかノウハウも全然知らなくてですね、もう本当に苦労したんですけれども、やっぱりこの今 JPBA でお伝えしている内容を一回こうその時に最初から知っていればすごく楽だったなというか、まあ楽はないと思うんですけれども、あの安心してあの前に進めたんじゃないかなっていう思いがあるので、今伝えているんですけれども、まずは、全体像をこうビジネスの経営の全体像を知ることが大事ですよということで、全体像を、まあ、お伝えしまして、であと失敗する人と成功する人ってあるんですけれども、この失敗する方の、パターンがあるんですよ。で、これって10年ぐらい起業してもですね、なんとなくうまくいっていたりとか、なんとなく、まあ、失敗したりとか、なんかまた失敗してもまたうまくいくんだよねみたいなのがこう、今月は失敗して来月はうまくいって、今月は失敗してみたいな感じで、こうなんかずっと成功ではないんですけど、失敗する月もあれば成功する月もあるみたいな感じで、こう再現性がない方とかいたりとか、あとはずっと失敗していてどうやったら成功するんだろうって思ったりする方もいます。で、まあ、この失敗するパターンって結構皆さん一緒でですね、先にお金を使って時間とお金を結構つぎ込んで、その自分がこれができないから、じゃあこの分野を勉強しようとかですね、この分野を誰かから習おうとかっていうことで、いろいろこう皆さん試行錯誤して、企業塾に通ったりとかされる方も多いんですけれども、はい、で実際に私もですね、4年ぐらいかけて、結構なお金をあのつぎ込んだというか、あの経営に関して勉強しようと思っていろんな企業塾を渡り歩いた経験があるんですけど、で、まあ、金額的にもすごくあの使ったんですけれども、まあ、何も起こらなかったっていうのがあの現状で、これは何だったんだろうと、時間とお金だけを使っちゃったみたいなことがあったんですけれども、やっぱりなんか皆さんそういう経験やっぱりあるみたいで、じゃあ何がそうなるのかっていうと、最短で最速で結果を出すためにはその順番があるんですよということで、やる順番が決まっています。でその順番を、順番通りにやっていくとやっぱりこう無駄がないので、結果が早く出やすいということで、そのことをお伝えしているんですけれども、じゃあちょっと、内容をお伝えしますね。じゃあ順番って何かっていうとですね、はい、まず、ビジネスの仕組みがあるかっていうところで言うとですね、そのやる順番が決まっています。で、一番初めに、まあ、起業してもしなくてもいいんですけれども、皆さん一番最初にやってほしいことは理念策定ですね、個人の理念とビジネスの理念というところで、理念を作るっていうところ。でその次にセルフブランディングって言って、信用の部分を作っていきますと。でその後に商品を開発して、で次セールスをやって、集客して、プラットフォームを作ってコミュニティを作るという感じで、この順番でやっていくことが、一番重要ですよということをお伝えしました。で、まあ、普通の企業塾でいうとですね、これがその一つ一つバラバラで、まあ、皆さん講師によってね得意分野があるので、一つ一つをこう集客だけとかブランディングだけとかっていうあの講座が多い中、まあ、JPBA ではそれが一貫して学べますよということでお伝えしたんですけれども、この、まあ、大体はその順番が今理念から作りましょうっていう話だったんですけれども、下の方から作る方が多くてですね、あの商品ができたからじゃあ集客しようとかですね、で、お客さん来たんだけどセールスができないから、売り上げにつながらないとかですねっていうことになってしまうので、
とまずは上からこう順番に作っていって、でそれから、やっていくっていうことが一番早いですよっていう話をしました。はい。で、まあ実際にですね、それを聞いて、それを学んで実践している方も多いので、まあ、うまくいっている方もいらっしゃいますと。はい。で、まあ、やることがたくさんやっぱりあるので、そうですね、最初は忙しくはなるんですけれども、仕組み化ができるようになると、まあその後はこうスムーズに流れていくような感じになるんですけれども、仕組み化っていうとですね、定義としてはその再現性を持たせるということで、うまくいくパターンを、仕組み化して、誰でも、まあ、社長が動かなくても経営者が動かなくても、他の社員さんが、やってもできるよっていうことで、できるようになるためのその仕組みを作るっていうことで、経営の仕組み化をした方が、後々というかビジネスをしていく上で、まあ、楽になって、社長のその時間自体も短縮されて、新しい事業に関しての、アイデアを作る時間だったりとか、あとはこれからの自分の、人生のことを考えたりとかですね、そういう時間ってやっぱ大事だと思うので、そういう時間が作れるようになりますという話を、させていただきました。はい。でなんかすごくですね、ファンの方がいましてで、15分ぐらいすごくこの教会はいいんです、このプログラムはいいんですということで熱弁をしていただいたんですけれども、はい、この方もですね、結構こういろんな企業塾を通って、で、まあ、こんなところでやったことないっていうぐらい、なんかすごく絶賛していただきまして、はい、喜んでいただいたんですけれども、こんな感じで、JPB は活動をさせていただいております。はい。で今回のこの内容はですね、また11月の、11月にまた開催したいと思っているので、同じ内容になるので、もしよければご興味のある方はまた、JPBA ビジネスで、検索していただけるとイベント情報が出てきますので、こちらからご覧いただいて、ご参加いただけたら嬉しいです。はい。まだちょっと日程が決まってないんですけれども、一応11月の、はい、前半でやっていきたいなというふうに思っています。はい。はい。では、まあ、バーッと喋ってきましたが、後半に行きたいと思います。78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。毎週月曜日朝9時半から30分間 FM 那覇のスタジオからお届けしております。はい。後半あと少しですが、よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、前半は先週のセミナーのことについてお話ししたんですけれども、そう、この経営力っていうところで言うとですね、結構こう私も今子育てをしながら仕事をしているので、まあ、何でも使えるなというか、まあ、基本だなこれはっていう感じで自分でも思ってるんですけれども、例えばなんかその子育てで言うと、まあ、子どものね、年間計画があって、そこに対してまあ、お弁当の日が、今日お弁当の日だったんですけど、お弁当の日があったら、まあ、前もってねお弁当の準備をしたりとか、食材を買ったりとかで、子供が好きなものを準備して、朝は早く起きて、作って持たせるみたいな感じではあるんですけれども、これがなんかたまに朝起きて、前の日でご飯をスイッチオンしてたのに、予約してたのに予約されてなかったりとかすると、すごく焦るじゃないですか。でそれを、まあ
私もよくありがちなので、それはもう何回もこうチェックしながらやるみたいなことは最近はできるようになってるんですけれども、昔はそれができなくて朝起きたらゲーみたいな、なんか白ご飯どうするみたいな感じですごく焦ったことも何回もありました。でその時は、まあ、軽力を使って、コンビニでも行ってご飯を買ってくるみたいな話こともやってたんですけれども、まあ、それはそれで経営力にもなるのかなって思うんですが、まあ、こんな感じでその、まあ、起こりうる自分の、ね、癖とか、まあ一人のお話だったら自分のことだけで済むんですけれども、会社とかで言うとそのスタッフさんがいたりとか社員の方がいたりすると、体調不良で、ね、お休みされる場合もあるだろうし、みんながみんなずっと元気でいるわけではないと思うので、その人一人の人だけに仕事を任せるんじゃなく業務を、ね、その人だけに任せるってしまうと、その人が例えば休んでしまった時に、対応できないとすごくお客様に、ね、迷惑をかけてしまったりとかっていうこともあるので、そういうことがないように、まあ、業務を分散したりとか、あとはその仕組み化自動化とかをして、その人がいなくても、その仕事が回るように事前に作っていくっていうことがやっぱり大事じゃないかなというふうに思います。で今の時代、まあ、これからの時代は会社員の方でもやっぱ副業をしたりとか、いろんな、ね、職業を持つっていうところで、そういう力がやっぱりこう求められてくるんじゃないかなと思うんですけれども、だから今までみたいに一つの仕事を、長く続けるっていうよりも、複数の仕事を、自分のできることで、稼いでいくっていうことが、まあ、主流になってくるんじゃないかなと、ね、思うんですけれども、そうなった時に、自分は何ができるのかとか、自分の得意分野が何なのかっていうのがやっぱりこう普段から考えてないと、分からない部分ってやっぱりあると思うんですね。なので、自分が何が得意で、何だったらその、まあ、何ですかね、頑張らずに人の役に立てて、喜んでお仕事がいただけるのかっていうところで、なんかちょっとずつ考えていけると、まあ、少しずつ楽になるんじゃないかなと思うんですけれども、で私自身はその会社に勤めたことがなくてですね、会社に勤めたことがないというか、まあ、保育士時代は会社に勤めているんだと思うんですけれども、なんですか、普通の企業に勤めたことがないので、まあ、企業に勤めながら何かをするっていう副業とかそういうのをやるっていうことはやったことがなかったんですけれども、やっぱりこう今思うんですけど、なんかまあ、今の時代だからもあると思うんですけれども、今その会社で勤めながらその安定した給料もいただきながら副業でちょっとずつこう何ですかね、稼ぐ力をつけていくっていう、その練習の場として、しばらく何ですかね、両方使うっていうのもなんかありなのかなっていうふうに思います。で、まあ、今回のそのセミナーに参加された方もそうですけれども、会社員で、続けながら勉強したいですっていう話があったので、もうそれはすごくいいことだと思って、それをお勧めしたんですけれども、そうなんか一人でやりたいから、一人でやった方がうまくいくって言ってすぐポンって会社から出て、事業主になるんではなくて、まずはその会社に勤めながら、練習しながら、これでうまくいくなと思ったら会社をすっと辞めて、事業を展開していくっていう流れが一番理想的じゃないかなと私は今は思います。なので、もしなんかこう今から何か一人やりたいなとか、新しく事業を立ち上げたいなっていう方は、まあ、そういう方法もありますよということで、ちょっとどこか頭の片隅にでも置いてていただけたら嬉しいなと思います。はい。ね。で、なので、まあ、そう、だからその起業するのに必ず独立しないといけませんよとかっていうことは一切言ってないので、起業するにも、その、一人でやる、何ですかね。事業を一人でやるのが向いてる人と向いてない人がやっぱりいるので、そういう方には、向いてない方にはズバリあなたはやらない方がいいですみたいな話もするんですけれども、なので、まずはこう練習をしながら自分の力も見極めながらやっていけるといいんじゃないかなと思います。はい、ではそろそろ時間になりましたので、これで終わりたいと思います。はい、FM 那覇のスタジオからお届けしていました、みなこ先生のモーニングビジラジ。
ではまた来週の月曜日の朝9時半にお会いしましょう。パーソナリティの足峰美奈子でした。ありがとうございました。